前のこと言っちゃってしまったりとか、それで買わされた後に11段ギアが出たとか、そういうパターンが結構あるんで。はい、なるほど、ありがとうございます。で、今選手がですね、続々とミーティングが終わり説明会が終わって、明日のパラトライアスロンに出場される各代表選手がいらっしゃってるので、すごいですね。はい、そうですね、これから続々といらっしゃると思うんで、揃ったらここにですね、おいでいただいてお話を聞いていきたいというふうに思うんですけど、もう一つねお伺いしたいのは、こういう中で今広がってるという中でですね、そのパラトライアスロンというですね、障害者のこう競技として今広がりつつあるというところでね、はい、言うと、そのつながりってなんかそのまた新たな広がりかなと思うんですけど、今どういうふうに捉えていらっしゃいますか。やっぱり自分なりの経験で言うと、各種動くの専門家につながったと、その時に自分がサポートする時において、増えてな水泳だったらその水泳の選手に聞くとか、なんでへばった時はどうしたらいいかとか、そういうようなアドバイスをいただけるっていうのがあるんですよ。そういう意味ではどん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 広がっていくんじゃないかと思うんですよね。自分一人だけでやるも、自分で考えてもどうしようもない、経験したくないことを専門の人に教わるっていうことはいいことだと思うんですよね。で、そういう流れの中で、はい、搬送するというようなことをした満足感みたいなところって、そうですね、あるわけですよね、きっとね。トライアスロン始めた時の最終目標であったハワイのアイアンマン、世界で初めての古い大会、あの時もすごくゴールした時充実感があったんですけれど、初めて盲人の方サポートした時にゴールした時っていうのは、もういまだにそのシーンを思い浮かべると涙出るぐらいにもあれですね、感動が違いますね。一人の喜びも3倍も4倍もやっぱりゴールして嬉しかったっていうのがあります。スタートからずっとこうあれですか、どういう感じなんでしょうか。ちょっと CA では、前を泳いで後ろから声かけて、もうちょい右、もうちょい左とか声かけて行って、並んでっていう感じ。いや、後ろから声かけて、後ろから声かけて、で、トライアスロンの時だと結構速い選手が来て、変なこんな感じで抜く時があるんですよ。その時に抜かれる時にぶつかってしまったパニックになるから、ちょっとダッシュしてその選手にぶつからないようにしてあげるとか。自転車の場合はタンデム車ですから、自分のラインで右曲がりますとか左曲がりますとか、一緒にバランスで曲がればいいんですけれど、ランの時はもうほとんど喋りっぱなしですね、水泳とランは。喋りっぱなしなんですか。水泳の時も最初の時はだからもう顔上げた平泳ぎなんで、最初の時は2キロだったかな、全部喋りっぱなしの平泳ぎ。めっちゃ体力使いますよね。で、最後の時のランが何キロだったかな、40何キロかな、だからその喋りっぱなしのランニングで2人で40何キロ走るわけですね、すごい。だからゴールした時どこ疲れたって、ピチが疲れてそういう感じだった。すごいですね、で、続々と選手来ていただいてるんですけど、ちょっとタイムラグがあるので、もう1名ずつどんどん来ていただこうかと思いますので、ちょっと席移動します。はい、まずチャンピオンが2人してるの、はい。すいません。それではおいでいただきます。ではまず、はい、お願いします。はい、ではまず古畑選手に来ていただきました。よくお願いします。どうぞ、すいません。ホワイトボードとか置いてます。では改めまして。古畑選手です。よろしくお願いします。すいません、いきなり来ていただいて。結構もうこういうインタビューみたいなってよくあるんですか。いや、初めてです。あ、本当ですか。いや、何回か あるんですね、何回か、はい、もう早速、軽快な感じなんで、すごく助かります、はい、古畑さんは右足の膝下が、はいはい、触ってもいいですか、はい、これってどういうのでできてるんですか。これはカーボンファイバーで、はい、私のために特別注文で、普通はもっと足の形に見させた義足を作るんですけど、はい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 、私はやっぱりこうヘビーデューティー仕様で、こういうまあカーボンの外装で作っていただいたわけ。これで多少じゃあもう激しい動きみたいな、まあ動きというか
これは普段履いてる義足なんですけれども、はいはい、結構使い方が荒いので、まあ、普通の義足とはまた別の仕様で、まあ、考えた結果なんですけ ど結構荒く荒いんです。普段というのは、競技の時は違う、競技の時はまた違 う、 こう板バネ状の義足で、はい、板バネ状、はい、これはまあ普通の、合金の、鉄柱が入った、鉄柱というか、うん、合金の、パイプが入っているものなんで、そんなに衝撃吸収性がある義足ではないですよね。へ、まあ、話すと長くなるんですけど、すごい楽しいですよね。面白いです。普段からやんちゃなんですね。やんちゃって太すぎる。今おいくつですか、失礼です。年は、まあ年は概念ですけれども、はい、51歳です。51歳です。めちゃめちゃ若いですよね。はい、気が若いんです。鈴木さんおいくつですか。あ、私57です、ね、あ、大先輩。鈴木さんも若いですね。若い人も若いですね。いつ頃からトライアスロンは、26からやってますね。もう四半世紀を過ぎてしまう。入ったというか始めたきっかけっていうのは、まあ義足になったのが21歳の時なんですけどね、はい、自分が考えていた以上に社会復帰がたやすかった。自分はもっと覚悟をしていたはずなのに社会復帰がたやすかった。まあそれでなんかこういうもっとこう人生をかけるような、もっとこうブレイクするような出来事がないかなと思った時に、まあ、トライアスロンという競技を知ったわけなんです。すごいですね。去年あの同じ横浜の大会のパラトライアスロンで古畑さんは総合優勝されてますよね。すごいですね。大体、パラトライアスロンはスイム、泳ぎが 750m で、その後自転車のバイクが 20km、 最後にマラソンのランが 5km あるんですけど、うん、それを合計で1時間11分ですね。25キロ1時間11分でっていうのはもうすごいスピードですよね。あのその大会はあれですか、横浜っていうのはね、大会に臨む、まあ、去年のじゃあちょっとからお伺いするけど、こう臨む気持ちってどんな感じだったんでしょうか。今回の、いや、去年の参加した時に、去年、そうですね、私はもっと長いタイプのトライアスロンに出場してますので、やはり短いタイプになるとまたトレーニング方法も変わりますし、そういう意味では非常に不安だったんですけれども、まあなんとか形だけは総合優勝という形では終わることができたんですけど、今年はあの今日今あの続々おいでいただいているので、隣に座っていただきながら、はい、話を、続けたいと思うんですけれども、あのそうすると今年なんていうかな、これがオリンピックパラリンピックの競技にもなりみたいなところでね、そうですね、つながってくるんで。まあ、そんなところでいうと今年なんかこう、今年に明日の意気込みというのをちょっとお伺いできます、はい、まあ、昨年度と比べて選手も増えてますし、海外からその世界ランキングの上位の選手も来てますんで、まあ、そういう選手たちと、まあ、私たちが一緒になってレースをして、まあ、順位はどうなるかは分からないんですけれども、やはりリオデジャネイロに向けてそういう選手たちと一緒にこう競っていくっていうことは必要なことだと思いますので、非常に楽しみにしてますね。そういう、はい、ありがとうございます。で、皆様がお揃いになられ始めたので、ではすいません、皆様お席に着いていただいてよろしいですか。すいません、椅子の上に一応名前を書いておりますので、はい、では選手の皆様です、どうぞ。瀬島様、僕もウェットスーツが心配でしょうがない。はい、すみません、お願いします。ありがとうございます。あ、一番右のその感じで名前もやってます。はい、じゃあ、あ、杉内さんはどうぞ。中川さんです。はい、中川さんの中入ります。中、はい、ごめんなさい、いいです。あ、その中です。はい、
そうです。その少子化対策。はい。次そうです。もうこれ流れてます。流れてるんですか。流れてます。今喋ってるのも上のマイクから。生放送。これ生放送なんですか。生放送。こんな映像流しちゃっていいんですか。さっきあの会長 JT の会長来た時は記念写真を流しました。広報の方が記念写真いいですかってなったんで記念写真を生放送で流したんです。斬新なことをさせて。斬新ですね。放送市民放送局。さすがっすね。はい、というわけで改めまして選手の皆様です。拍手お願いします。わー、ありがとうございます。はい、というわけで、すいません、それではですね、改めまして皆様に自己紹介をちょっとお一人ずつしていっていただきたいんですけど、カメラは どれにしましょうか。どれでもいいですか。ではこちらのカメラに、ではこちらのこちら古畑さんから順に、はい、お願いします、はい。古畑敏夫と申します。よろしくお願いいたします。障害のカテゴリーはトライファイブと申しまして、私は右肩切断ということで、その競技カテゴリーで、大会を参加させていただきます。トライアスロン歴はだけは長くてですね、もう26年やってますんで、もうベテランの域には入ってるんですけれども、パラトライアスロンというのはまだ始まったばかりですし、この短い、相対的には私がやったトライアスロンとは短い距離ですけれども、そういうものに適応した、体作りというのをこれからしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして江島さん、お願いします。はい、江島大輔と申します。クラスはトライ3で、出場させていただきます。私はですね、アテネ、北京、ロンドンパラリンピックに、水泳日本代表として出場しまして、パラリンピック自体は、何度か出場したことがあって、経験があるんですけど、今回、トライアスロンっていう競技は初めてでして、そうですね、4月の中頃に石垣トライアスロンっていうのに参加させていただいたんですけど、初めて、今年始めたばっかりなので、そうですね、まず慣れるっていうことから、始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして木村選手、お願いします。木村純平と申します。トライワンで今回は出場させていただきます。私はですね、これまで水泳をずっとやってきたんですけれども、水泳の方では、江島と一緒でですね、江島さんと一緒です江島と一緒でって言いますですね、江島さんと一緒でですねアテネ、北京、ロンドンと3大会出場させていただいて、出場させていただいておりますで、ですね、私はやっぱり強みは水泳なので、水泳の方でですね、トライワンなんで一番障害の重いクラスというふうになってはいるんですけれども、その中でも、日本人でトップで帰ってくるぐらいの気持ちでちょっとやっていかないと、次が大変なことになろうかなと思っているので、先行逃げ切り型のレースが今回できればなとは思ってます。ただ本当に何しろ初めてなので、ちょっと緊張しつつ、ちょっとわからないことも多いんですけれども、またちょっといろいろとチャレンジしていきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。続きまして原選手、お願いしてよろしいですか。はい、私も、過去、シドニーと、アテネの、水泳の、パラリンピックに出場しました。で今回僕も、今江島と純平と同じなんですけど、今回初めてのトライアスロンに、なります。で、僕の強みもやっぱり水泳の方で、先行逃げ切りというところがあるんですけど、何しろ今回初めてなんで、まず今回流れを、トライアスロンの流れを知って、それからまたこの1年間で、バイクと、ランの方をしっかり、練習してですね、今年は、とりあえず様子見ということで、来年から本格的に、やろうと思ってます。で今回は、楽しみつつ、上位目指して頑張りたいと思いますので、
応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では、中澤選手。はい、中澤龍と申します。自分はトライ6、視覚障害のクラスで、今年から A、B と、まあ、分かれたんですけど、A が全盲、まあ、B が弱視なんですけど、自分は B の部門で今年は参加します。トライアスロン歴は2年目です。で、去年の大会はトライ6ではまた優勝したので、まあ、トライ B でも去年の記録を、塗り替えていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではその隣のサポートの原田さんもぜひお願いします。はい、中澤さんのガイドを務めます原田と申します。昨年中澤さんと一緒にタッグを組んでですね、レースの方に参加させてもらいました。で、非常にいいレースで、ほとんどコースも同等で開催されますので、中澤さんがおっしゃいましたように、昨年のタイムをクリアできるような頑張りを見せてくれると思いますので、少しでも中澤さんの力を引き出せるような、ガイドをしていきたいと思っております。またトライアスロンのガイドっていうのは結構、やられてる方が少ないので、もうトライアスリートであれば、どなたでも、できる、ものですので、ぜひ、私は競技者ではありませんけれども、このような、形で、トライアスロンを楽しむっていうこともできるんだっていうのを皆さんにお伝えできればと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。今永井さんがおいでになりましたので、永井さん、永井先生、失礼しました。お願いします。すいません、永井さん、はい、来ていきなりなんですけども、はい、自己紹介をお願いしてよろしいですか。はい、すいません、お願いします。あ、今からですか。はい、はい、私は、大阪から来ました、永井啓司と申します。トライアスロンを初めてですね、約3年、大西さん、私の今回のガイド、今回も務めてくれるんですけども、勧められまして、それまではマラソンしかやったことなかったんですけども、パラトライアスロンというものがあるよということを紹介してもらいましてですね、やってみようということで、今回横浜3回目になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。でサポートの大西さんもお願いします。はい、あ、カメラ、あ、こっちからしておきます。こちらです。はい、大阪でトライシックスウエストというブラインドのパラトライアスロンチームを運営してます大西と言います。よろしくお願いします。4年ほど前からブラインドの女性とトライアスロンをしだしたんですけども、その頃は公園のプールへ行くのにさえもうちょっとこう行きにくいなっていう感じだったんですけども、最近はもうメンバーも増えてきまして、周りの皆さんの理解も増えて、私たちが行くと、コースを開けてもらえるようなそういう環境づくりがだんだんできてきたように思ってます。このまま今回の横浜大会もそうなんですけども、回を増すごとに規模が大きくなってますので、これから本当に私たちも広げていかなければいけないんですけども、とても期待しております。また、ね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで皆様に自己紹介していただきましたが、すいません、申し遅れました。僕、中井と申します。よろしくお願いします。はい、ここで初めてお話しさせていただくんですけど、すいません、打ち合わせもない感じですけど、自由にしていただいて全然大丈夫です。喋りたい時にもどんどん喋ってください。僕らそのマイクさんとかも拾ってくれるので、自由です。かなり自由です。はい、で、明日にパラトライアスロンの大会の本番があるんですけども、あ、大丈夫です、自由なんで、携帯も音切らなくて、そんな感じなんですね。自由です。そんな
テレビ局あるんですよ、それも醍醐味なんで、なんだ出ていただいて、なんだ映ってるよ的なのも全然ありなんよかったらやってくださいこれサービスいいというかわからないです、はい、明日大会控えてるんですけど、まあ、今意気込み等ももう話していただいたんですが、もともとトライアスロンをされてる方も今回初めて参加される方もいると思うんですが、古畑さんやっぱりもともとやってる側として負けれないぞみたいなっていうのは当然あるんですかね。そうですね、やはり何のトレーニングもない人間ですけれども、トライアスロンはまあ私の一つの教授といいますかね、まあ、私のテリトリーの範囲内と言ったらちょっとかっこいいですけれども、まあタイム的にも負けたくないっていうふうに思いますけれども、やはりこういうカテゴリー別にね競うことにはなりますけれども、やはり気持ちでね皆さん非常に終わりの方ばかりが揃ってると思いますしね、そういう気持ちの中でね、まあお互いリスペクトし合えるね、関係に慣れてきたらいいかなというふうには思っております。ありがとうございます。で、去年の古畑選手のタイムが1分11秒、1時間、ごめんなさい、1分じゃない完全にめちゃめちゃ速いですよね、25キロ1分ですからね、世界新記録、世界新記録です。でもどれぐらいの速さかもすごい絶妙ですよね、で1時間11分でも瞬間移動では無理ですよね。あ、そうなんですね。一応はで、そのタイムの目標っていうのは皆さんやっぱあるわけですよね。大体の目標っていうのはあるんですか、やっぱタイムないし、その大会への成績の目標というのは。よろしいですか。私、はい、まあ、昨年1時間11分ということで、少しコースは変わりましたけれども、そんなに変わってないと思いますんで、まあ、大会によって距離は同じでも大会によってだいぶタイムというのは開きがありますので、同じ横浜昨年の11分よりも速いタイムで帰ってくることを目標にしています。誠島選手は。そうですね、一応あの目標タイムというのは頭の中で設定させていただいているんですけど、でも今回だんだん思ってきたことなんですけど、まあ、もちろん結果っていうのも非常に大事だと思うんですけど、こういうふうに視聴される皆さん、多分最終的にはリオを目指される方ばかりだと思うんですけど、この大会に出場するまでの経緯というか、陸上のパラリンピックの選手であったり、いろんな要は障害のカテゴリーがある中で一緒にスタートするっていうことで、別に、総合順位とかは特に気にしてなくて、そうですね、結果っていうよりも自分のクラスで何位だろうか、そういうことを多分意識してやりますね。もちろん違う障害、例えばブラインドの方とか車椅子の方がいるから全然関係ないっていうわけじゃなくて、その人らも同じ距離で同じように頑張ってますし、それは尊敬するべきところでもありますし、またその何て言うんですか、結果ではなくて、まあ、いろんな障害、勝ち負けとかありますけど、それも全部含めて楽しみたいと思います。ありがとうございます。木村選手、お願いします。ちょっとですね、私トライアスロン始めてまだ間もないもので設定タイムというものは全く設定しておらずですね、はい、とにかく目標としては水泳で、まあ、日本人のトップで帰ってくると。あとはもう知らないと。あとはもう知らないと、まあ、楽しくあとはやれればいいなと、はい、で、まあ、精一杯頑張れれば、まあ、一生懸命やれればいいなと、まあ、それ以上ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。あ、長井です。はい、長井さん。まあ、僕第1回目はですね、
何も分からずに出て1時間36分だったんですね。で去年が1時間32分、まあ、今年は1時間30分は切りたいなという、まあ、目標は持ってます。でただ去年もそうだったんですけど、やっぱり僕全く見えませんので、自転車の練習はなかなかできなかったんですね。ですごく自転車が弱くて、まあ機械もなかなかなくて、ちょっと自宅にトレーニング用のバイク買いまして、今回はちょっとあの家でも漕いでみたとかで、まあ、あのマラソンから僕は入ってますんで、まあ、マラソンではあのこの前も先月100キロ10時間で走ったとか、まあ、そういうランの方で最後頑張ってですね、なんとか自己ベストを出したい。で、まあ、視覚障害の場合はトライ6の中でも、弱視と全盲で今回分かれましたんですね。弱視の方は、真っ黒なサングラスつけなくてもいいと。で僕たちは全盲はもうつけて、あの今回コースっていうのはすごくこう曲がりくねってますんで、なかなかスピードは出せないんですけども、まあ3回目同じコースなんで、もうちょっとあのチャレンジできるかなというふうに思ってます。以上です。ありがとうございます。では新選手お願いします。はい、目標ですけど、私も今回、初めてですんで、まあ、水泳ではまあ先ほど、順平にも、トップで行くっていう、話だったね。僕も、順平に負けないように、まあ、上位、まあ、そうですね、まあ、水泳で言うと多分11分ぐらいでは泳がないと、まあ、11分でも順平に勝てないかもしれないですけどまあそれぐらいで泳いで、あとは僕もちょっと知らないぞというところで、ばっくりじゃないですか。とりあえずですね、まあ、今回は流れ、先ほども言いましたけど流れと、あと完走、リタイアならないようにやって、まあ頑張れば結果も後でついてくると思いますので、はい、頑張って明日やりたいと思います。ありがとうございます。と、はい、ってことは木村選手と中澤選手のガチガチの勝負が、あらです、あらさん、ごめんなさい、あら選手のガチガチの勝負が初っ端から見れるわけです、ね、いや、そうでもないかもしれないですけど、なだめながら降りていく形になります。はい、すみません、ありがとうございます。まあ、そこで、はい、じゃあ、徐々に中澤選手お願いします。あ、はい、今回、前回が、トライアスロン初めてやって1時間23分だったんですけど、今回2回目なんで、もうその記録を 1分1秒でも縮めたいっていう気持ちがありますね。やっぱ世界で戦うと、なんか記録見ると、1時間10分とかいってるんで、まあ、それを目指して頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、あのリオからパラトライアスロンは競技になりましたので、やっぱその辺も皆さんにとってテンションが上がる一つだとは思うんですけれども、その上で、本日質問をするインタビュアーというか記者の人間も来てますので、何か質問があれば。はい、鈴木です。今日は本当に、ありがとうございます。明日っていう 日をね、ま、前競技を前にして、まああの今日はもうざっくばらんにですね、みんなで楽しくこうちょっと語り合おうという感じで、いきたいと思いますけれども、何回目かっていうこともあるんですけど、やっぱこれ横浜来て面白いねっていうところが多分皆さんこう去年参加された方は今年楽しみだねっていうことでおいでになったんではないかなというふうに思いますので、その辺のなんかこう楽しい、こんなに楽しい横浜に行きたいねというような思いで多分練習もしてくれたんじゃないかなというイメージを僕らは持つんですけど、そんなところをちょっと語っていただくと、なんか、応援するですね人たちも、おそうかと思って応援したくなるような、ことになるんではないかと思うので、皆さんにお伺いしたいなと思います。はい、でも順番にというよりは、もしあればこうちょっと手を挙げていただければ、マイクスッていくんで、ある方いますかっていう聞き方をするとっていう聞き方をするとこうなっちゃうんですけど、じゃあごめんなさい、木村選手をお願いします。
っちゃいました。お願いします。お願いします。横浜来てよかった。僕ちょっと1回目、あの去年がちょっと出てなくて今年初なので、ちょっと分からない、去年がどうだったのか分からないんですけど、まあ本当横浜にで、まあ、試合をする、まああと山下公園で試合をするっていうので、まあ本当に僕の関係者の人たちにも、まあ、そんな大きな大会横浜でやるんだみたいなところも本当にあの言われますし、まあ、そういったところで、まあ、普通の本当に一般の大会だと思うんですよね、まあ、エイジグループエリート大会、まあ、本当に健常者と一緒にやる、まあ、障害者の大会がこれってなかなか なくてですね、まあ、本当にこのトライアスロンでしかないの でそういう意味では本当それは横浜でやるっていうのはですね、まあ、結構意義が高いものなのかなと思うので、まあ楽しみというか、僕の楽しみはちょっとよくわかんないんですけど、まあ本当に、まあそういう意味で注目されるのであれば、まあ本当にこれ以上ないのかなと、横浜でやるっていう意味が。なんか質問の答えになってますか？不安になってきたんですけど、みんなが。エイジグループで一緒にやる競技、その障害者と健常者が、あの、普通に一緒にやるっていうのはトライアスロンの本当に、なんていう、特徴だなって、今までいろんな障害者のスポーツ見てきましたけど、本当にそれはそうだなと思います、うん、そうですね、まあ、結構本当にオーストラリアとかイギリスとかでは、まあ、水泳の大会、僕は水泳出身なんで、まあ、水泳の大会しか知らないんですけど、水泳の大会もオーストラリアとかイギリスではあの健常者と一緒にやったりするので、まあ、それが本当に日本ではなかなかできないっていうところで、まあ、本当にどうしてもまあ、別になってしまうってところでちょっと残念だなと思ったところではあったんですけど、まあ、本当こういうふうに一緒にやっていただいて、まあ、この大きな大会で、そうするとやっぱりまあ障害者の競技者でもまあこんだけやるんだなみたいなところで見られると思いますし、そういう意味で言うと逆に変な試合をしてしまうと、あ、こんなもんかって思われちゃうかもしれないですし、逆を言うと、まあ、だからちょっと恥ずかしくないようなレースをしないといけないなっていうちょっとプレッシャーも実はあったりはしますね。最後まで、まあ、勝負というか、そうですね、自分に勝負ですね。くじけないように。僕ばっかり喋っちゃってますね。ありがとうございます。よろしいですか？はい、あ、どうぞ。あ、あの、長いですけど。はい、まあ、第1回目のパラに、参加した時は大阪から2チームで来たんですけれども、まあ、去年3チームになり、で大阪でもあのトライアスロンのチームができましたね。今日 あの僕のガイドの大西さんが、取りまとめたんですけども、あのこの横浜の話をしてですね、今回は出ませんけど2人の視覚障害のメンバーがチームに入りました。だから今あの5人でですね、大阪では練習してるんですね。でそして年々、まあ、大阪のあのチームは増えていってますし、でそれを聞きつけてあの応援のために大阪から一緒に来てくれるそういうスタッフも増えてきましたのでね、やっぱこの横浜の大会がなければね、こういうあの応援のスタッフの人たちも、まあ、来てくれなかったと思いますんでね、やっぱこの大会が華やか でまたあの横浜の中華街の近くにあって食べ物も美味しいで、まあ僕は見えないんですけど、男性にとってはやっぱり世界からこう来ていろんなね、あの方がこうあの競技しているということで、すごくあのみんな楽しみにですね、あの毎年、あの横浜の方に、来るようになってきてます。はい、ありがとうございます。大阪と横浜ってやっぱり逆にこう空気感とかって全然違うもんですか、見えないようで。それも僕の素朴な疑問なんですけど、あ、ここ横浜やな、実は彼あの、はい、大阪、大阪人、あ、そう、関西なんです。ああ、そうなんですか。隠しきれてないですか。木村選手も大阪ではないですかね。出身は兵庫の方です、ね、ああ、そうですか。やはり、あ、違うんですか。出身は生まれ、でも育ちは東京です。あ、そうなんですか。育ちは全部違う。やっぱり空気感とか違う、違う、うん、それ違いますね。違うんです、はい。いや、大阪で横浜行ったよって言ったら、すごいねだけど多分横浜の人が大阪行ったよ、あ、なんだって感じじゃないですかね。
そうですね。やっぱりまだ大阪っていうのはちょっと横浜に比べては、まあ、人口も、ね、横浜の方が多いしちょっと大阪の方がまだごちゃごちゃしてるかな、練習場所もちょっといろんなとこがまだ大変かなっていうのがあるんですけどね。あとどうですか大西さん、大阪の違い。サポートの方として。いやもうね、私らはね、まあ何も取り柄はないんですけども、それをね逆に永井さんたち、まだ視覚障害者の人たちがね私たちに教えてくれるんですよ。でまあ見た目にはね僕がよく走って一緒に泳いで自転車乗ってガイドしてるように見えるんですけど、これ全く逆なんですよ。でものすごく今ね皆さんに勉強させてもらってるなって思ってます。でこのパラが始まった頃にね他の障害を持たれてる皆さんはそれぞれにプライドを持っておられるからパラのレースには出ないんじゃないかなっていう話をね私聞いたんですよ。ああそういうもんなんやなと思ってたんですけども、でもやっぱりこうやって広がっていくと皆さん、ね、僕心は分かりませんけどもこうやって集まってきてくれる。でものすごくやっぱり今もう感無量ですね。もうやり始めた頃横浜3人選手3人だったんですよ。それはもうこれだけ増えたのはとっても本当に嬉しいです。ありがとうと思ってますよ。拍手が取れました。ありがとうございます。で、大会の上でちょっとサポートのお二人にお聞きしたいんですけど、はい、お二人ともすごく気をつけたり意識することっていうのはどういう点になるんですかね。じゃあ私から、はい、はい、目が見えない方のブラインドの方のガイドという形なので、はい、まあ、極力こう情報を伝えていくっていうのもあるもちろんなんですけれども、まあ、あとはもう安心感をとにかく与えられるように全力で、競技者の方が、レースをできるように、まあ不安な要素をちょっとずつでも取り除いていければなっていうのは常々思っております。であとは練習、まあ、なかなか国内だとタンデムバイクの練習環境だったりっていうのはないんですけれども、まあ、ちょっとでもそういう機会を増やしたりとか、ランニングを一緒にしてみたりっていう機会が幸いにも私たちのペアはそういう機会を設けることができますので、まあ、その練習の中で意思の疎通であったりとか、そのあたりができていると、レースでも安心して迎えられるかなという気がします。横浜の大会は、2回目っていうのもあるので、コーナーがたくさんあって、難しいコースではあるんですけれども、昨年よりもやっぱりより速い記録を目指して頑張っていきたいっていうのもありますので、その分スピード感も変わってくると思うのでより集中して明日臨めればなとは思っております。今回初めてトライアスロンに参加されるっていうところでの選手もいらっしゃると思うんですけど、きっかけっていうのはもうなんか声がかかったりっていうのがスタートになるんですかね、そういうのっていうのは。木村さんちょっとお決まりになっちゃった、はい、ちょっと怖いですけど、おんぶりだっこりだいや、きっかけっていうのはないですね。水泳の方ででも、結構ですね、本当に体力的なところで、自信があったっていうのはあったので、本当にトライアスロンであれば、その体力的なところをすごく活かせると思いましたし、でちょっと自分が今まで水泳を本当に何年間20年ぐらいやってきたので、そういう意味で新しい競技にも挑戦してみたかったっていうのも、一つありますと。でまたやっぱり今回第1回のでリオデジャネイロパラリンピックが行われるということで、そこもすごく魅力的で、本当そこでメダル取ったらどんだけだろうなっていう、ちょっとちょっとそういう気持ちも出てしまいまして、本当に結構、ここは一つ勝負どころかなと、自分で勝手に思いまして、ちょっと思い切ってパラトライアスロンの方出てみようと。まだ本当に1回目なので正直、じゃあ本当にリオ出れるレベルなのかどうかすらもまだ分からないですし、
まあ一回やってみてどれぐらいやれるかっていうところかなと、まずはそこかなと思ってます。アラさんは、はい、きっかけっていうのもあるんですか？きっかけっていうか、まあ3年後の、リオネジャネイロからそのパラリンピックの正式種目になるっていうところで、まあ水泳の方でもう結構今まで、まあ20年近くやってきて、まあ、自分としても競泳の方はもう終わり、まだあの競泳は自体の競技はやるんですけど、その新しい、まあ、水泳を含めた形で新しいまた競技にちょっとチャレンジしたいなと思いまして、で、まあ、チャンスがあればその3年後のリオに出てですね、まあ、そのメダルが取れればいいのかなって、まあ、そこまで自分がそのレベルまで、いけるかどうかっていうのは今の時点ではまだ分かんないですけども、これから、まあ、今日あ明日のレース 後のその後の、まあ、3年間をどう、やるかによってはまた変わってくると思いますんで、自分の気持ちもやっぱりその明日出てどうなるかも分かんないですけど、まあ、とりあえず、今の現時点では明日、まあ、レースに出て、まあ、今後の自分のそのリオに対しての、まあ、スケジュールというかのどうしていくかというところが、まあ、課題に なってくると思いますので、まあ、とりあえずは、まあね、あの明日レース出て、頑張りたいと思います。でそうですね、あのね、まあチャンスがあれば、まあ、本当4年あ3年を目指します。はい、ありがとうございます。実際その練習を積んでいったり大会を目指す、リオを目指すってところで、トレーニング環境って各選手住まれてるところは違うと思うんですけど、どうなんですか実際、江島さん、どうですか？そうですね、私の場合は水泳を3歳の時から京都の、中心京都なんですけど、京都の糸満スイミングスクールという健常者の時から障害者になってもお世話になっている、スイミングクラブがありますんで、まあ、スイムの方は、まあ、ロンドンまでの水泳環境と同じく、そこで練習させてもらってるんですけど、なかなかですね、障害者を受け入れるトライアスロンクラブというか、まあ、そういう環境っていうのはないわけで、で、まあ、初めはちょっと苦労しましたけど、まあ、ようやく見つけることができまして、まあ、そんな毎日はトレーニングできないんですけど、そうですね、難しいながらもトレーニングはさせていただいてます。やっぱりなかなか難しいですね。中澤さんとかは？自分はですね、今今年から大学行き始めたんですけども、はい、そこでまあ大学の名前が筑波技術大学っていうところなんですけど、はい、なんで筑波大のすぐ隣なので筑波大のトライアスロン部と一緒に、練習をしています。でバイクはやっぱできないので、スイム朝練と夜のランの練習を一緒に伴走をつけてもらってやってます。はい、ありがとうございます。永井さんはもう大阪のそのチームというか、はい、グループで皆さんと一緒にトレーニングはされる？スイミングは週1回ですね、夜に、皆さんとやってます。あと私は、8年前まではですね、もう会社で働いて帰ってきて土日も家でゴロゴロしてましてね、家の中では粗大ゴミって言われてたんですよたまには外行ったらって。で何か運動しないとメタボになりそうでですね、でとりあえずマラソンも一般の健常者とね一緒に走れるっていうのを聞きましてね、でマラソンをから始めたんです。でマラソンに関しては大阪でもそういう伴走練習会というのがありまして、まあそちらで初め週1回まあ走れたらいい方だったんですけど、いろんな伴走者と知り合ってですね、で1年半でフルマラソン3時間台で走って、3年目で100キロマラソン走っちゃったんですね。
でランも100キロ以上ちょっとなかなか練習してくれる人もいないしそうです みんな嫌がるんですね。僕もそれ嫌ですもん、ええ、であの100キロ10時間で走りたいってのはみんな嫌や嫌ですね。でたまたま今回あの100キロはワールドカップので優勝したあの100キロ6時間40分で走れる人が伴走してくれましたんでなかなか走れたんですけど、他にやることないかな。たまたま大西さんがトライアスロンもあのパラっていうのができてあの一緒にできるよっていうのを聞きましてね。でも練習環境がなかなかやっぱ視覚障害者っていうのは難しいんですね。あの大阪もタンデム自転車は公道では走りませんしね、でいろいろあの府の方に陳情に行ってもですね門前払いなんですよ。でまあ大阪府警もダメということで、でいろいろあの機会を見つけて淡路島へ、淡路島は兵庫県で、兵庫県はあの OK なんでね、そちらであの練習したり、で普段できない時はもうあの家の中であのトレーニング用のバイク漕いでですね、でまああの水泳にしてもあの大西さんと一緒にする前は市民プールとかで泳いでたんですけど、スピード練習全くできないんですよね。早く泳いだら前の人にぶつかっちゃいますし、で平泳ぎしてる人に何回頭蹴られたかそういう状態だったんですけど、まあ大西さんとチーム作ってまあコース貸し切りで泳げるように今なってますんでね、そこでいろいろスピード練習もやっと最近できるようになってきたと。ただあの全国には視覚障害者でトライアスロンやりたいという人はまだたくさんいるんですけども、まあ、僕みたいにこう出会いがあったんでね、あのトレーニングできるんですけども、トレーニングできない視覚障害者はたくさんいると思います。以上です。はい、ありがとうございます。そのサポートっていうのはやっぱりまだまだ全然足りてない状態です。サポートする方自体がいないのか、それとももう何ていうんですかね、そういう仕組みが全然できていないのかっていうのは両方ですね。両方、はい。で大西さんにもっと強い人を呼んでよ言うても、ね、なかなかいないですよね、うん、で大西さんにフルマラソン伴走してても嫌や言うんですよね大西さんはあのどちらの分野の選手なんですか。いや一応、まあ、あのトライアスロンはトライアスロンなんですけど、まあ、私はもう一回トライアスロン終わって暇やな思ってた頃にそういう出会いがあったんで、まあ、やってるんですけども、あの1ヶ月ほど前にね、石垣島の大会であのリレーの部でタンデム自転車でバイクのパートを走ったんですけども、やっぱりその皆さんと一緒に走る、一般の選手と一緒に走るタンデム自転車というのはやっぱ怖いなっていうような印象をちょっと持ったんですけどもね。でもまあその中で事故もせずに安全によりスピード感を持って、それを皆さんにアピールできたら、あのそういう私たちが参加できるような大会も増えるんじゃないかなと思ってるんですけど、だからそういう怖さっていうのを強い選手っていうのは肌でやっぱりなんか感じてるんじゃないかなと思うんですよ。だからまあ皆さんにお声かけさせていただくんですけども、やっぱタンデム自転車はちょっと怖いよねっていうような答えが返ってくるんで、それ僕この前石垣島走って初めて分かったかなっていう、そんなとこなんですけどもね。でもまあこれからいろいろ皆さんに声かけさせてもらって、あの人たくさん集めたいと思ってます、はい、あのそういう点ではその3つの競技が、ね、はい、こう合わさるみたいなところって、どちらかというと今までなら水泳は水泳、マラソンはマラソンっていうのがね、あのなんかそっちの専門性だけこう追求していくとこう なんかこう行き詰まる部分が逆に開けてきたようなあのような感じで今お話を聞いてると感じたんですけども、そういうふうに理解していいんでしょうかって、はい、そうです。あの例えば、まあ、バイクなんかですと、まあ、ちょっともうコーチがおられるんで私喋るのも僭越なんですけど、コーチいや自転車なんかでもね、よくこう足が回り出すとランニングもそんなに練習せんでもこう走れるようになるとか、もうそういう関連性はいろいろありますし、もちろんこの心拍数のことなんかも全て3種目関連してますので、それはもうあの3種目にわたって言えることだと思ってます。なんかそこの競技的なこともそうなんですけど、その人のつながりもね、あの今日やっぱり自転車の方からマラソンの方から
水泳の方からということで、なんかこう、多様なこう動きがここに生まれてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、その辺皆さんと感じられることってありますか？木村さんしかないですいや確かに本当に僕も新しい競技をやってみてですね、まあ、やっぱり難しいんですよね、新しい競技をしようとすると。陸上の特に、まあ、僕の場合の TRI1 なので、まあ、車椅子レーサーっていうものを使わないといけないんですけども、やっぱり全く漕げないんですよね、うまく。ただちょっと今回たまたま教えていただく方がなかなかいらっしゃらなくて、でまあちょっと期間も短かったので、準備期間が練習の時に一緒に教えてもらうことはできなかったんですけども、まあ、今回一緒に出て、一緒に私と一緒のクラスで出るような方なんかは本当にすごく専門的な方なので、まあ、その方にですね、まあ、試合終わった後ですかね、ちょっとこそっと秘密をちょっと教えてもらいたいなとか、まあ、本当にそれぞれスペシャリストがいらっしゃったりするので、そこはちょっと僕にないところいっぱい持ってる人が多いので、そこはちょっといろいろと聞きたいなっていうのはありますね。3つのその種目に6つのそのクラスっていうことで、見る方としてはかなり混乱っていうんじゃないですけど、どういうふうに見たらいいのかなっていうことを、なんていうのかな、楽しみなんですけど、どこがすごくこう工夫しなきゃいけないポイントで、その、古畑選手の場合だったらその片足の義足で、走るとか、自転車に乗るとかっていうことがありますし、江島選手の場合はその、片麻痺の状態で、レギュラー車に乗るんですよね、はい、そうですね。で木村選手は、ハンドサイクリング、一度も乗ってるとこ見たことないのですごい楽しみなんです腕の力だけなんです。そうですね、ハンドサイクル僕もやってみて、まあ、やってみて練習を、まあ、同じようにやってきたんですけど、一番最終的に結構今難しいなと思っているのはハンドサイクルですね。結構本当にパワーが必要で、水泳とかもなんとかごまかせるんですけど、まあ、車椅子レーサーも、まあ、ちょっと僕もまだ練習まだまだしてないんですけど、まあ、体重で結構なんとか前に進めたりするんですけど。体重で進むんですか？わかんないですよ、僕まだ素人なんでわかんないですよ、僕は感覚では進むんじゃないかなと思ってるんですけど、ハンドバイクはもう本当自分で力をどんどん漕いでいかないといけないんで、そういう意味では本当にしんどいなと思ってて、で、まあ、本当距離もですね、ハンドバイクが一番、ハンドバイクというか、まあ、要するに、まあ、僕の場合ハンドバイクなんですけど、はい、一番距離が長いので意外に一番そこが勝負だったりするのかなって。ハンドバイクが勝負、はい、水泳で逃げ切ってもそこで10分の差つけられちゃったらもうすぐひっくり返す2、3分の水泳の差なんてすぐひっくり返されちゃうでしょうし、だからあんまり水泳で頑張りすぎてもって思いつつも、さっき宣言しちゃったんで水泳頑張んないとなと思っちゃったりとか、なんか複雑な気持ちなんですけど、全部腕の力ですね。そうですね、スイム、バイク、ランと腕の力、そこもちょっとまあ魅力的ですよね、うん、僕にとってはもう本当なんかザ・上半身世界一決定戦みたいな今度のリオがそれかみたいな水陸どっちでどっちとも上半身使って誰が一番なんだみたいな、うん、スイムはやはり少しその足の方の力も使うんですか？いやもうほとんどもうなびいてる状態なので、うん、まあもし足使われる方にしても、うん、まあ多分トライアスロンやってる方の話によるとあんま足使わないっていう話を聞いてるので、うん、ただまあ腕の力で鍛えればなんとかなるかもしれないという。そうですね、あと感覚ですよね水泳はそうかなと思ったりします。トライアスロンすることによってもともとの水泳の競技に活かせることも出てくる可能性もあるわけですね。違う筋肉ついたら良くない部分とかもあるんですか？そんなことはそれはもうやってみないとわからない。まあ、正直多分まあてかもう全部まとえてると思うんですけどもう全部言っちゃったから、もう全部言っちゃったから、まあそうですねぐらいしか言えないですけど
江島選手はすごくこうやっぱり分かりにくいというか、はい、見た目の分かりづらさと、はい、でもやはりすごく苦労される点があるんじゃないかって想像するんですけれども、はい、どういったところがその障害による工夫って。やっぱり今年の1月から本格的に始めまして、やっぱり一番苦労したのはスイムはもう今まで、ずっと3歳の頃からやってたんで、まあ、今まで通りまあ、ガンガン、まあ、1日6000とか、まあ、泳いでいければいいんですけど、バイクとランになってきましたら、今まで走ってなかったり漕いでなかったりするのが肩麻痺なんで、どうしても右側に健常の足だけに負担がきますし、かといって左の足は麻痺で痙攣してるわけですから、例えばランずっと走ってたら、左側だけ接地面っていうかかかとがつかないんですね、まあ、全部なんていうんですか、指先だけのちょんちょんちょんってなってくるんで、明らかに両足の靴の底の減りが違うので、そこら辺苦労しまして、あとバイクはバランスですね、カーブしたりとかどうしても右側だけで漕いでしまいますし、まずそのバランスの取り方っていうのは明らかに健常者より傾いてるっていうか、無意識のうちにバランスを取りつつあるんですけど、でもそれが逆に腰痛めたりとか筋肉の負担が明らかに違うんで、そこら辺苦労しました。古畑選手はもうそういったことがベテランで、もうこう乗り越えて滑ってこられたっていう感じですか？そうですね、やはり人それぞれのその障害の程度によって自分で考えていかなければいけない部分もあるし、まあそういうアドバイスをいろんな人から求めてね、やっぱりそれぞれのスタイルでやっていかなきゃいけない部分っていうのはやっぱりありまして、でやはり我々障害持ってますんでね、なんか例えば落車したりだとか故障したりっていうことになると、健常者の方よりもやっぱりそういう重くなる可能性がありますんでね、まあアスリートとしてはもう長くやられてらっしゃる方でしょうけれども、トライアスロンっていうのも本当に無理をしちゃうとね、やっぱりそういう部分に、その体の部分にものすごく負担がかかる場合もありますんでね、まあ初回はあまり無理をなさらずに感想を目標ぐらいにやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。でもうお時間もそろそろ来てしまいましたので、すみません、僕最後に2つだけちょっと聞きたいんですけど、コーチの原田さんにちょっとお伺いしたいのが、今スポーツ科学ってすごく発展していってるというか研究されてると思うんですけど、スポーツ選手、健常者のスポーツ選手がこのようにトレーニングをしていくという感覚以外の部分ではある程度理論っていうのとかトレーニング方法って決まってきてるとは思うんですけど、それって障害者とかパラリンピックの選手たちに関しても同じようにどんどん作られてきてるものなんですか、それともそこは手探りなんですか？ですね、まあ、まあ大学ぐらいですかね、こう専門的に学ぶ場があるところは、まあ高校のうちはなかなかそういう場って日本でないんですけど、大学生ぐらいからこう体育大学とかそういうスポーツを専門に学んでいくっていうところがあるんですけど、なかなかそういうところでは障害スポーツっていうことに対してのトレーニング理論とかそういう研究っていうのはなかなかまだなされてないのが現状ですので、あくまでもベースは健常者のトレーニングっていうところになってきます。まあ、ただ大きく変わったりはしないんですけれども、ただ障害の場合っていうのはもう本当にその人それぞれの障害がありますので、まあその人に合ったトレーニングだったり体の動かし方だったりっていうのをやはり見つけていってもらわないと難しいのかなっていう気がするんですよね。こうこの人にはこういうトレーニング、この人だったらこういうトレーニングって言って、こう一般的にドンっていうトレーニングを一緒にやらすっていうのがなかなか効率的ではない気がしますので、まあなかなか国内では障害スポーツのコーチングを専門にやるっていう方はすごく少ない
と思いますので、特にまあトライアスロンの場合は、まあ、ほぼゼロなんですね。トライアスロンの障害者のコーチっていうのはほぼゼロになってますので、私はこうトライアスロンコーチという職業ではやってますけれども、ちょっとずつこう私たちがそういうスキルを身につけていかないといけない。